行くぞ。さあ、見てろよ、お前らの母ちゃんの敵を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ。俺がケリをつけねえと。巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。分断されたままじゃヤバいぞ。他の班を救援して舞台を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。やっ、やれるぞ。あの縁壇、助けが必要だな。やっ、の奴が巨人に襲われてる。やられちまうぞ、助けねえと。壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレン・イェーガーを探しているんです。何か知りませんか。イェーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。やれるか。グリッサー、少しは落ち着けて。クソ、こう巨人がいちゃ話もできねえよ。コリン、お前ら大丈夫か。加勢してください。クリスタたちと話がしたいんです。やっきなさい。この縁壇、助けが必要だな。やったぞ。やった。これでクリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。やった、やった、
ませんでしたか？見てないの。ごめんなさい。体勢を整えたら私たちも手を貸すから。あの縁談、助けが必要だな。誰か来てくれ！巨人と戦いたくないから憲兵団に入ったのに。エレン・イェーガーがどこにいるか知りませんか？早く保護しないと。そんなの知らねえよ。どうせもう巨人の腹の中だろ。兵団が巨人と戦ってる。放ってはおけない。加勢しないと。エレン・イェーガーを捜索中なんです。何か情報はありませんか？それは分からないけど、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵なら直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。やっ、エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。兵団が交戦中だ。加勢するぞ。急いで向かおう。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。言いたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。
そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。何が起きてやがる。巨人がライナーに向かって行きやがった。わからないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間、ここでイエガーを死しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここで蹴りをつけてやる。助けが必要だな。逃げたりしねえ。やれんか。冗談だろ。どんどん巨人が降ってきやがる。死にたくない。とにかく倒すしかないですよ。まだみたいだ。なんとかして持ちこたえないと。倒しても倒してもキリがない。このままじゃいつか押し切られる。
けが必要だな。ライナーの野郎、直接向かってきやがった。そんな、他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。状況じゃライナを倒すしかないんだ。ガスも刃も残り少ない。私が拠点を設営する。援護してくれ。世話になったな。これで補給が可能になったぞ。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。ライナーを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。しつこいやつだ。いい加減に諦めやがれ。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。シッ、じゃあ任せとけ。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。
この機を逃すな。撤退せよ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。